アップルトン、ニコールアップルトンオールセインツはイギリスロンドン出身の4人組女性音楽グループである。1990年代にイギリスで最も成功したポップグループの一つで5曲のナンバー1ヒットを含む9曲のトップ10シングルを発表し、世界で1000万枚以上の売り上げを記録した。オールセインツはもともと オールセインツ1.9、7.5として1993年に、シャズネ、ルイス、メラニー・ブラッド、シモン・レインフォードの3人で結成されたが、1995年に2枚のシングルを発表する前に、レインフォードは脱退。その後、ナタリー・アップルトンとニコール・アップルトンの姉妹が加入し、現在のバンド名となる。1997年にデビューアルバム、 オールセインツを発表し、このアルバムからは、ブリッドアワードを獲得した、ネバーエヴァーを含む3曲の前衛ナンバー1ヒット曲が生まれた。2000年に発表した、セカンドアルバム、セインツシナーズも成功を果たし、2曲の前衛ナンバー1ヒット曲をもたらす。しかし、お金に関する議論がもとで2001年に、グループは解散する。2006年に再結成し、 サードアルバム、スタジオ1を発表するもあまり成功せず、2009年に再び解散。メラニー・ブラッドは、決してグループは再結成することはないと言った。2013年5月25日、結成時のメンバーであったシモン・レイン・フォードが、腎臓癌により38歳で高い。同年11月、グループは、バックストリート・ボーイズの英国ツアーをサポートする。 ためとして2度目の再結成を発表した。2016年4月8日にアルバムレッドフラッグをリリースし、イギリスのアルバムチャートで3位を記録した。メラニー・ブラッドはグループが解散した直後の2001年9月、アートフル・ドジャーのトラック24-7に参加し、この曲は全英シングルチャートで6位を記録した。2002年にはアウトサイダーズのシングル I am leaving にボーカルで参加するも売り上げは低調に終わり、続く2003年に発表したサードシングルドゥーメロングが18位に終わると、レコード会社との契約は解除されソロアルバムを発表することができなかった。2005年にブラッドは音楽業界に復帰してシングルシーメーを発表した。この曲は映画ロボッツのサウンドトラックに収録された。 その後アルバムの制作を始めたが、2006年にオールセインツが再結成されたことで中断している。メラニーは、ジャミロクワイのベーシストスチュアート・ゼンダーと結婚して、娘を設けたが、2006年に離婚した。ナタリーとニコールの姉妹は、デュオグループアップルトンを結成した。2002年9月にシングル、ファンタジーを発表するとこの曲は、全英シングルチャートで2位を記録した。 その翌月、彼女たちは自助伝、トゥギャザーを発表した。2003年には、セカンドシングル、ドン o ワリーは5位を、ファーストアルバム、エブリシングズ・イベントエルは、全英アルバムチャートで9位を記録した。もう一枚シングルを発表した後、アップルトンは解散した。ナタリーは、プロディジーのリアム・ハウレットと、ニコールは、オアシスのリアム・ギャラガーと結婚した。 シャズネ・ルイスは2004年にソロシングル、Never Felt Like This Before を発表し、全英シングルチャートで8位を記録した。続いて、ソロアルバム、オープンを発表し、全英アルバムチャートで22位を記録した。また、2004年のバンドエイド20に参加し、The Zenow It's Christmas の録音に参加している。ありがとうございます。